Excel ファイルは保護されていて、ファイルを開くとパスワードの入力が必要です。パスワードを間違うとファイルを開けなくなります。その時はパスパブ4 Excel を使いましょう。まずはパスパブ4 Excel をインストールし起動させます。次に表示されているようにパスパブ4 Excel は2種類の Excel パスワードが解除できます。Excel ファイルを開くパスワードも Excel パスワード制限も解除できます。Excel ファイルの開くパスワードを回復をクリックします。次の画面に3つの解除タイプが表示されます。上から順に辞書式、類推式、そして総当たり式というのがあります。今回は類推式を使ってパスワードを解除します。細かい設定を加えていきます。まずはパスワードの長さの範囲を決めます。次にパスワードの構成に関する設定です。小文字、数字、大文字、そして記号の4種類を選択できます。今回は数字で絞り込んでいきます。使ったことがないような数字のチェックを消していきます。終わりました。OK を押して前の画面に戻ります。次に追加設定を行います。今度は接頭辞を設定していきます。こちらも終わりました。OK を押してメイン画面に戻ったら回復をクリックします。パスワードが表示されました。コピーを押して先ほど開けなかった Excel ファイルのパスワード入力欄にペーストしましょう。ファイルを開くことに成功しました。Excel シートを変更してみましたが、シートが保護されているので変更できません。シートを変更するには、シートの保護を解除しなければなりません。解除するには、ファイルをクリックしてから、情報をクリックし、保護解除をクリックします。次に、パスワードを入力します。パスワードを間違えました。シートの解除はできません。この場合も、パスパブ4 Excel を使いましょう。もう一度パスワード4 Excel を起動させ、Excel パスワード制限解除を選択します。保護されているファイルをインポートしてください。次に解除をクリックします。これで Excel ワークシートまたはワークブックの保護は正常に解除されました。ファイルを開くをクリックし、確認していきましょう。シートは正常に変更できるようになりました。